アイリッシュはアメリカ合衆国の推理作家。本名はコーネル・ジョージ・ホプリーイコール・ウールリッチ。主にコーネル・ウールリッチという名前で創作活動を行っていたが一部の作品ではウィリアム・アイリッシュやジョージ・ホプリーという筆名を使用していた。日本ではアイリッシュ名義の幻の女が有名であるためかウィリアム・アイリッシュと呼ばれることが多い。ニューヨークで生まれた。 少年時代に母親のクレアと土木技師の父親が離婚し、しばらく父親と共にメキシコで暮らしていた。1921年にニューヨーク市の母親のもとに身を寄せ、コロンビア大学に入学し、ジャーナリズムを専攻したが、在学中から小説を書き始め、大学を中退する。1926年に最初の小説、カバーチャージを出版した。 当初は F ・スコット・フィッツ・ジェラルドの影響を強く受けたジャズエイジ作家だった。1931年にはカバーチャージを映画化したプロデューサー、スチュアート・ブラックトンの娘、バイオレット・バージニア・ブラックトンと結婚するが、この結婚は3ヶ月しか続かなかった。妻が彼の日記に同性愛者との浮気についての記述を見つけたのがきっかけだった。彼女は 彼が夜遅くになると、同性との出会いとアバンチュールを求めて出かけていること、そのために繊維服を持っていたことまで知ってしまったのである。1933年、二人の婚姻は法的にも解消された。ブロードウェイ西113番街のマルセイユホテルで母親と同居を始めた。この後35年間にわたり、 彼は住居というものを持たず、母と共にホテルを転々とする暮らしを続ける。1934年から推理小説の短編をパルプマガジン向けに書き始め、次第にその数を増やしていった。1940年の国威の花嫁から長編も書くようになり、サスペンス小説作家として地位を高めていった。1942年に大無探偵マガジン誌に、 ウィリアム・アイリッシュ名義で、それは殺人でなければならないを発表。以後この名前で知られるようになる。1940年代後半から母が重病となり、出版される小説は次第に減っていった。1957年10月6日には母が死に、もともと縁人的であった性格がさらにひどくなった。母親の死後、今度はおばと同居する形で、 フランコニアホテルに移った。これは、母親と暮らしていたホテルよりも粗末なものであった。裁晩年、彼は一人、豪華なホテルに住まいを移すが、自分の体をいたわることのない生活はそのままであった。絶えず喫煙し、飼料も増え、糖尿病やアルコール中毒に苦しめられた。また、足に合わない靴を延々と履き続けたことからエソが、怒るも、医者に見せようともせず、 結局医者に見せた時にはすでに手遅れで足を切断する羽目となった。1968年に死亡し、ニューヨークのハーツゲールのファンクリフ墓地に埋葬された。遺族はおらず、葬儀への参列者は5人だけだった。また死亡時、彼の体重は89ポンドしかなかった。人気作家であった彼の口座には、死亡時100万ドルの残高があった。彼は、 在籍していたコロンビア大学に、ジャーナリスト育成の奨学金として85万ドルを寄贈している。追われる者の,の不安や孤独を描くことを得意としており、その作風はサスペンス派に分類することができる。哀愁味が溢れる美しい文体から、サスペンスの詩人と呼ばれている。幻の女の冒頭の一文は、とりわけ有名でしばしば引用され、作家の小泉紀美子は、 どれだけの人が衝撃を受けただろうと書いている。ストーリー設定としては、期限内に事件を解決しなければ死んでしまうというタイムリミットを設定したものや、自分は無実なのに誰も自分の言うことを信じてくれないといった状況を描いたものが多い。論理的な推理を中心に据えた本格推理とは一線を画する。日本の吉原を舞台にした吉原殺人事件という短編がある。 藤山芸者原木理長の奇徹な描写とともに、男尊女卑文化や日本の刑事のガサツさが強調された内容である。長編の代表作である1942年の幻の女は江戸川乱歩の新しい探偵小説であり、すぐに訳すべきであるという評価によって、日本で圧倒的な知名度を持っている。短編の代表作である百四十二年の裏窓は、 アルフレッド・ヒッチコック監督により映画化された。アイリッシュの作品は数多く映画化されている。以下に主なものを挙げる。ありがとうございます。